はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールですね。オリオンビールの、夏一番。今年もやってきました。この季節。アルコール度数 5.5%、夏季限定醸造で、麦芽 100% かける、アロマホップ 100%。原材料が麦芽とホップですね。アサヒの、オリオンビールですね。こちら美味しいんですけど、まあ俺、好きなんですよね。このオリオンビールで一番好きですね、この夏一番。うん、普通のオリオンビールよりも、美味しい。なんとなく美味しい。で、こちら、つまみですが、大炎上唐辛子。ね、これ、コンビニで売ってました。ね、ちょっと食べたんですが、辛かったですね。コンビニで売ってましたね。この製品は辛味成分が非常に強いため、お子様や辛味に弱い方は十分にご注意ください。また、刺激の強いパウダーが手につくため、その手で、目や鼻に触れないようにご注意ください。書いてあります。じゃあ、乾杯。あ、うめ。あ、うま。この、ね、夏一番ね、なかなかね、そこら辺のね、コンビニとかスーパーでは売ってないんですよ。だから俺はあえて、これ期間限定なんでね、もうそろそろやばい、なくなるんで、酒屋に行って、まあ、具体的に言うと格安っていう酒屋に行ってね、購入してきました。いただきまーす。うん。これ唐辛子の輪切りですね。うん。辛い。うん。昔こういうの食ったことあるけど。うまい。やっぱこういうのには、ビールだよね。これ普通のオリオンビールとかね、まあこれ何回か紹介してるんですけど、まあ、普通のオリオンビールとかもう、なんだろう。何でしょうかね。原材料が違うんだよね。簡単に言うと、ね。普通のオリオンビールドラフト。オリオンドラフトってやつは、原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。まあ一般的な朝日の、なんだっけ？ん？ちょっと待って。やっぱりド忘れて出てこなかった。朝日の、一番売れてる、なんだっけ？ビールね。あ、スーパードライ。スーパードライとほぼ多分原材料は一緒なんです。で、アルコール度数が 5% と、なんですが、これは 5.5%。若干高い。で、さらにこれは麦芽 100% ビールなんで、米とかコーンとかスターチっていうのが入ってないんですね。この夏一番ね。つまり、まあ、癖がなくて飲みやすい。うん。まあ、普通のオリオンドラフトも美味しいんですけど、こっちの方が、なんだ、飽きがないっていうかな。
とやっぱ味が違うの。まあ、アロマホップ 100% とも書いてありますから。あ、辛い、これ辛いっすね。ただ、これなかなか売ってない。まあ、コンビニだと売ってないですね。俺が見る限りでは、コンビニ行ったけど売ってなかった。うん。ので、まあ、飲みたい方は酒屋に行くべきか、もしくは、まあ、ネットで買うかですね。そのどちらかでしょう。麦が 100% なんですけど、キリン一番搾りみたいに、薄くはないんですよね。ちゃんとしたコクがあって、旨味もしっかりある。だから、なんだろうな、朝日なんだけど、一番搾りみたいに薄くないんで、なんかスーパードライよりちょっと、さっぱりした感じ。スーパードライを夏向きにして、ちょっと、せやな。若干コクを落とした感じかな。スーパードライの方が多分若干コクが強いんじゃないか。あと、喉越しを若干落として、マイルドにした感じ。スーパードライをマイルドにした感じかな。ちょっと、言ってるところ矛盾があるかもしれないですけど。せやね、スーパードライを、あ、俺自身も普通のスーパードライとオリオンビールの違いが、多分飲み比べないとわかんないんで、まあ、原材料的にもほぼ同じなんで何が違うかって言われると全然わかんないですけど、多分オリオンビールの方が、まあ、オリオンビールで結局、ほら、本州では一般的にまあ売られてないんで、まあ沖縄限定じゃないですか。だから沖縄向けにやっぱさっぱりした味わいになってるんじゃないか。だから甘みを少なくしてちょっとドライにしてるのか、で、喉越しを強めにしてるのか、まあわかんないんですけど。まあ明らかに間違いなく何か違うはずなんです。だからまあ、まあ、今度飲み比べしてもいいかもしれないですね。まあ、オリオンビール、この夏一番も、まあ、夏季限定ですから。まあ、オリオンビールは普通に売られてるんですけど。ただ、オリオンビールは本州ではまあ、売られてないですね。まあ、酒屋に行けば売られてるんですけど、ただ、普通のスーパー、コンビニ。まあ、一般的に、そこには売ってない。某ブログの読みます。夏一番はとにかくうまい、沖縄に来てからオリオンビールは発泡酒から第3のビールノンアルコールまでいろいろ試してみました。麦食にもいいけどダントツでおすすめしたいのは夏一番です。この夏一番オリオンビールが2013年から、夏季限定で作っているビール。簡単に味をお伝えしますと、いわゆるプレミアムビール系のリッチテイストが楽しめます。普通のオリオンビールのようなライトにごくごく飲めちゃう感じとは一味違うんです。ああ、なるほどね。オリオン、通常のオリオンビールの 1.3 倍麦芽を使って作られている。かといってくどくって嫌になるビールではありません。ホップの香りが華やかで、モルトの味わいもしっかりしている。ほどほどに飲みやすく、口に含めばアロマホップの華やかに、微光をに、漂います。はあ。なるほどね。なるほど、なるほど。わかりやすい。こういうブロガーの人は本当に味の伝え方がうまい。
俺なんてあの、バカ舌なんで、あの、飲み比べでもしない限り、こうやって、右手に、と左手に持って、別々のビール持ってこう、飲んで飲んで、飲んで飲んでぐらいにしないと、あの、全然わかんない人間なんで。夏一番はバーベキューにも使える。普通のビール、各大手が作るピルスナーってキンキンに冷えてないとうまくないじゃないですか。夏場に、屋外や、冷蔵庫設備が整ってないところで飲んでるとぬるくなってしまい、味がもっさりしてきて、ビールを飲み進めるスピードが落ちていきますよね。でも安心してください。この夏一番はキンキンでもぬるくても美味しく飲めます。なるほど。先日、行われたブロガーだらけのバーベキュー in 沖縄でも美味しく飲むことができました。ああ。まあ、でもそれは人それぞれだろうな。これはちょっと言い過ぎじゃない？さすがに。さすがに言い過ぎだと思う。さすがに言い過ぎだと。あー辛い。この大炎上唐辛子辛いっすね。あー辛い。あーでも辛いけどそんなにアホみたいに辛くはないね。あちょうどいい。なんていうか、ちょうどいい。ちょうどいいから。2本目いきまーす。ちょうどね、あの、3本買ってきてるんで。ね、一応。夏一番俺好きなんで。3本ほど買ってきてますが。最近ちょっとね、飲んでちょっと驚いたことがあって、札幌の、ラガービール、いわゆる赤星ってやつですね。あの、この缶の中央に赤い星がついてるやつ。あれなんですけど、明らかにね、飲んだらね、キリンのラガービールがかなり辛口でね、うまかったですね。俺結構辛口のビール好きなんですけど、なんだろう。ずっと今まで、キリンのラガービールをずっと飲んでて、ね、そこにも、玄関にね、ラガービール、キリンラガービールの、大瓶の、ケースが置いてあるんですけど、まだ途中、まだ飲んでない。まだもうちょっと何本かあるんですけどね。それよりね、辛い生ビール、まあ、ピルスナーだと、国産のやつだと、ないんじゃないかなって思ってたんですけど、最近、ふとちょっと飲んでみたら、あれ全然カレーじゃんと思って。札幌のラガービール、これあれだな。全然キリンラガーに比べると辛いなと思って。辛口でうめえなと思って。思いましたね。まあ。今年のがそうなのかわかんないですけど、今まで、札幌ラガービールって、そこまで辛かったイメージなかったんですけど、なんでしょうね。まあ、何なのかわかんないです。確かにこの夏一番は、キリンの一番絞りじゃない、キリンの一番絞りに比べると、明らかに濃いんですよ、味が。麦が 100% ビールなのに割と濃いんで。てか、一番絞りは薄すぎるんだよね。あれなんであんなに薄いのかわかんない。そもそも一番絞りってあれ濃いはずなんだよね。一般的にほら、一番茶とかって濃いじゃないですか。
それなのになんで一番絞りなのに薄いのかっていうの謎なんですけど、さっぱりわからないですね。なんでめちゃくちゃあれは嫌いなんですけどね。一番絞りね。キリンの一番絞りは大嫌いなビールですね。俺は。うめえ。やっぱ夏一番うまいっすね。飲み飽きしないんだけど、その、飲み飽きしない上に、やっぱ濃いんですよ、若干。まあでも、個人的にやっぱ札幌のラガー、今年の札幌ラガーはうまいっすね。なんだろう。今年の札幌ラガーはかなり辛口でドライな感じで、香りも強いし、うまいっすね。あれなんなんだろうな、あれな。なんか毎年違うんかな、味がな。まあやっぱ、まあ、ビールも生き物ですから。やっぱ変わるんかもしれないですね。品質がね。札幌のラガー今年はうまいですね。今年はあれですね。今年は買いかもしれない。そう、関係ないですけど、そういえばオリオンビールって、あの、春一番だっけ？もうありましたよね。一番桜か。一番桜。朝日オリオン一番桜。これ何が違うんだ、これ。一番桜って、これも麦芽 100% だよね。ちょっとやっぱ、この夏一番とはまた違うのか。これもうまかった気がする。これも普通にうまかった気がする。これ、一番桜春限定のやつはアルコール度数 5%。で、これは麦芽 100% のビールですね。これの、いわゆるアルコール度数 0.5% 落としたバージョンかな。まあ、どっちがうまいかっていうと、まあ、どっちもどっちですね。個人的にはどっちもうまいんだけど。ただ、なんだっけ、気分的に、まあ、最近東京すげえ寒いんだけど、今もね、今日も、夜中に雨降って、で、曇りだったんで、26度ぐらいですね。今日気温が26度ぐらいで、また今日もかなり、過ごしやすい。この26度ぐらいがちょうどいいよな。本当に。でね、なんだかんだ言って夏一番で夏だから暑い時に飲むビールってやっぱうまいじゃないですか。だからやっぱ夏一番がなんかイメージ的にうめえなーっていうイメージがあるんだよね。まあ雰囲気的には多分そんなに雰囲気的ってか味としては多分実質ほぼ変わんないんでしょ。
けどね。うん。でもやっぱり、うまいよな。オリオンビールの熱一番。うん。だからこのオリオンビールに見習ってさ、アサヒのスーパードライもこう夏バージョンで、アルコール度数 5.5% を上げてさ、ねえ、麦芽 100% にしてもいいんじゃない？そういうバージョン出してもいいと思うんだけど、まあ。まあでもオリオンビール自体やっぱり、あれだからな。本州で売られること自体やっぱり、あんまないんで、うん。オリオンビールっていうのはもともとやっぱり、あんま沖縄のビールですからね。沖縄のビール会社ですから。それをアサヒが買収してんのかな。おそらく買収したんでしょうけど。まあでもやっぱり、オリオンビールっていうのはやっぱり、沖縄のビールですからね。まあ、本州と沖縄とでやっぱり気候がだいぶ違うから、まあそういうビールが、ね、出たっていうことなんでしょうけど。まあでも、沖縄もやっぱ暑いですからね。当然ね。当然暑いですから。当たり前だけど。まあ東京よりかは暑いとは思いますね。ただ、冬は涼し、冬は暖かいです。まあ、それだけ、まあ、うん。だから、冬でも美味しくビールを飲めるっていう。唯一の、日本唯一のあれじゃないの。いいですね。俺は冷え性なんで、沖縄、気候は沖縄で痛いんですけど、ただ沖縄ってかなり台風が来るんで、なんか家とかぶっ壊されるらしいんで、あんまり、そういう意味で沖縄はあんまりあれなんですけど。ああ、うめえ。ああ。うまいっすね。でも確かに沖縄って一回行ってみたいですね。うん。まあ、未だに一回も行ったことないんですけど。沖縄。沖縄行ってみてえなー。青い海と、砂浜の砂がなんかすげえ星みたいになってるって。星砂？あれ持ち帰りたいっすね。うん。あれは、持ち帰りたいっすね。これか。セブンイレブンで、まあ、もう一つ関係ない話をすると、これ大炎上唐辛子、これ今食ってるこれあれなんですけど、こちらは、
もう一つあって、これでも辛い、これ辛いやつなんですけど、もう一個、ランクダウンの辛くないやつがあって、燃えよ唐辛子っていう、辛うまサクサクっていう、うま辛のやつがあるみたいですね。これ結構美味しいですね。確かに辛いんだけど、そこまでビールを飲みながら、飲む、ギリギリのレベルの、うまさがある、うん。これ美味しいですね。うまいんだけど、まあ、うまいかまずいかというとうまいですね。ただ、燃えよ唐辛子の方も多分ビール飲むにしてはちょっとうまいかもしれないですね。うん。ビールを飲むにしてはやっぱり辛すぎるとね、本当にね、無理ってなって、無理ですってなるから、本当に、うん。うん。まあ、これより、辛さを抑えられてるやつだと、まあちょうどいいかなって。ちょうどビール飲むのにちょうどいい感じの、これだとちょっと辛すぎるかなっていうのは、まあ若干あるね。まあでも問題はないんですけど、ただ俺ぐらいの辛さマニアになると問題ないんですけど、ただ多分一般人は間違いなく辛くて、こんなのビール飲みながら食える人間絶対いねえよみたいな。うん。間違いないですね。これぐらいの辛さになると、こういう、いわゆる炭酸飲料っていうのを、飲みながら、これを食べるっていうと、舌への刺激が大変なことになるんで、炭酸飲料ですからね、これね。ビールはね。ただ、俺ぐらいの、レベルの激辛マニアのユッキーさんだと、割と、まあ、はあ、なかなかやるな。こいつは、なかなかやるが、まあ、ギリギリなんとかなるっていうレベルですね。まあ、これちょっとあれですね。なかなか美味しいんで。まあ、初代、俺がビールのつまみで一番うまいの教えてあげようか。俺が、ビールのつまみで一番うまかった。一番うまかったつまみを教えてあげよう。それは、じゃんじゃじゃーん、暴君ハバネロですね。これ間違いないですね。暴君ハバネロなんですけど、ただ、暴君ハバネロなんですけど、ただ今売られてる暴君ハバネロじゃないんですよね。これっていうのはもともと、今売られてるのは美味しくないんですよ。しかも全然辛くないんですよね。辛さが普通、今まで売られてたっていうか、初代あたりに比べると、半分ぐらいになってんじゃないかな。2003年11月17日に発売された、この頃の2003年の暴君ハバネロが多分一番辛い。一番辛い。冗談じゃないよ。今の2倍か3倍ぐらい辛い。恐ろしい辛さだったんですよ、これ。今の暴君ハバネロなんてゴミみたいな、もう、本当に、はぁーってレベル。お話になんないよね。だから今のね、暴君ハバネロね、俺嫌いなんですよ。本当全然美味しくないから。うまさもないし、辛さもないんで、
お話になる。今から14年前に売られていた伝説のね、暴君ハバネロはもう、おそらく帰ってこない。今のやつは大体なんか、帰ってきた暴君ハバネロとか、全然帰ってきてないんですよね。もう帰ってくるどころか、もう完全に帰ってきたんだけど、死にかけで帰ってきたレベルの。死にかけで帰ってきたレベルのやつですね。もう完全に辛さっていうのが、欠落して、初代の3分の1ぐらいの辛さになってるって。で、うまくもないって。ひどい出来なんですよ、本当に。一体何があったっていう感じですね。だからもう、多分もう、これはもう、買えないですね。うん。2003年時代、ポークハバネロなんで、もう売られてないですね。これがめちゃくちゃうまくてよ。今のなんてもう、飾りのレベル。今の3倍はうまかった。暴君ハバネロ初代。これを恐ろしくうまくて、しかも辛くて、3倍はうまいし辛かったね。なんで、それに代わるものを今探してたんですけど、割とこれは近いとは思うけど、初代に比べるともうちょっと、難しいですね。初代どんな感じだったっけな。もうだいぶ13年も経つと、俺も、あれなんで、もうわからんくなってくるけど、まあ、でも、もうちょっとしょっぱいですね。これよりもうちょっとしょっぱい。ね、結局酒好きな人って、やっぱしょっぱいのって結構つまみになるんですけど、これしょっぱす、もうちょっとしょっぱいのがいいんだよね。うん。これはただ単に辛いだけで、しょっぱさが、あんまない。うん。うん。あんまないんで、もうちょっとしょっぱいのがいいですね。うん。まあ、まずくはないですね。だから、東鳩さん、もうちょっとね、防空ハバネロ、本当に初代のやつに戻してください。マジで。そしたら俺、ケース買いするわ。初代と同じ味で復刻してくれたら、マジで、ケース買いするわ。それほどうめえから。うん、これはおすすめですね。夏一番。まあ四つ星ぐらいだな。はい。ということで、4、2、3、4です。ご視聴ありがとうございました。